コアレーショングリーニージの代表の石井でございます。毎年私どもの調査にご協力いただきまして誠にありがとうございます。ストラクチャードクレジットに関しての調査結果のマクロトレンドに関するご報告を申し上げます。プレゼンテーションのスライドの3ページをご覧いただくと、まず取引量の打ち明けを過去2年間、2020年、21年で比較した えー、お客様ですね金融サービスユーザー様の、えー、セグメントの内訳を示したものでございます、えーまあ、2021年に関して言うと、えー、このクレストラクチャード・クレジットといった商品の、えー、一番大きな、まあ、ユーザー様といいますか、えー、取引をされていらっしゃるのが信託銀行カスタドイ様が46%ということで、まあ、それに続くのが信用金庫様で3番目は知ンさんということですので まあその2020年に比べるとその新金さんがあるいは地金さんがこう交代されてかなりの大きさで信託銀行カストリー様があの大きくボリュームを増やしてらっしゃるということでございます。4ページはそれぞれの業態のお客様ユーザー様のー使われてらっしゃるトレーダーの平均値を示したものでございます。でその投資顧問様が 比較的まんべんなくですね、さまざまな商品に対するお取り組みをされていらっしゃるということでございます。で、こちらにありますフローというのは、流動性の高い、えーまあ、商品群ということで、えー、政府債、国債を中心とした金利フローと、それから、まあ、投資的格が中心とな,なるかと思いますけれども、えー、クレジットの流動性の高いものということになっています。で、まあそ、そういった意味で言うと、えー、保険会社様は、 えーまあ、フローの、えー、流通性の高い、えー、金利とクレジットものというのがあの中心に、まあまあ、業者さんを構成されてらっしゃるということでございます。で5ページは ESG 要素を、えー、考慮して投資をされてらっしゃいますかという質問に対して、えー、現在のところは、えー、その「YES」という回答が、まあ、28%なんですが、えー、今現在「NO」と答えられた72%の方も今後2年以内で その採用するであろうというご回答はいいただいておりますで6ページは今度はですね発注業者様への発注の要因決め手となっているのは何かというものをストラクチャードクレジットで、まあまあ、ご覧いただいていますで。約3分の2が販売サービス、まあ、第2位となってますのは調査のサービスが17%とで3番目が執行能力が11%と。 ということでございますで7ページは、えー、今度はですね私どもの、えー、グリーニッジ・クオリティ・インデックスというお,お客様からの満足度調査を総合的に評価した指数というのを作ってましてでこの指数の、えー、時系列的な、まあ、変化あるいはその他者との変化といったものをサービス、えー、プロバイダーの、まあ、証券会社様などがいろいろご覧になるわけなんですが。 その私どもの,その評価のクオリティインデックスに影響度の高いもの順にこの7ページでは項目といいますか要素を列挙してございますで数値自体は相関係数になっていますで営業リレーションシップの分野ではニーズの把握というのがかなり大きな数値で0.85ですねですので我々の,の GQI の得点を 1, 1位左右するのに対して0.85ぐらいの 可能度を持った影響度をこのニーズの把握というのが持っているということでございます。で、他方調査や執行に関しては右の方のグラフをご覧いただくわけなんですが、一番上の方は調査の中でもですね、トップリサーチトップ3のリサーチ提供者になっているかどうかというところが大きな要素にまなっているということでございます。あとは 特にやはりストラクチャードクレジットそれなりに複雑な商品ということもありますので個別性の高いディールだったりするわけなのでリサーチアナリストへのアクセスといったものも成功要因としては重要であるという調査結果になってございますそれからその執行能力に関して言うとリパッケージノートの流動性だとか CLN の流動性ですねこのあたりが上位のファクターとなってございます で8ページは今度は2020年21年の取引量の,変あのまあ内訳ですね、えー、商品別でどういったその商品構成の変化があったかというところなんですが、えー、直近の21年におきましては CLO がえまあ倍増以上ですかねその前の年24が55になっていてで、まあ、順位に関して言うとまあ大きな変化はなく CLO、えー、担保付きファイナンス債権それから CL クレジットリンクノートとクレジットリンクローンですねそれが3番目に来てリパッケージが最後というところでございます9ページは今度はクレジットリンクノートおよびそのローンの取引高の内訳構成ですがここはまああんまり大きな変化が1年間ではないということで相変わらずノートが80%真ん中から ぐらいありまして、まあ、ローンの方は16ということですで10ページはリパッケージさの今度はえ内訳をこう示したもので,でこちらはそのまさに色が逆転するような形で、えー、その直近21年ではリ、えーまあえー、パッケージの債権というのがです、ね、CB の方が2割でストレートボンドが8割ということですから、えーまあ、様相が様変わりという状況でございます。 1 1ページは、えー、金融サービスユーザー様の業態別に満たる平均市場ディーラー数ということで濃い青が今年、まあ、21年でまあ空色が20年というところでございます、えーまあ、ディーラーの数でいうと保険会社様が、えーまあ、かなり数を増やしてらっしゃるとこれはそのまあ1年だけの変化ですから、えー、その あまりその深い要因というものを探ってみても仕方がないのかもしれませんけれども非常に大きな変化であることは事実かと思います、まあ、他の業態様に関して言うと、まあ、ほぼほぼ前年同様で3.6から8ぐらいの間ですね投資顧問さんはまあ1というところであまり大きな数のディーラーさんを使っていらっしゃらないということでございますで短いプレゼンではございましたけれどもストラクチャードクレジット関係のマクロ トレンドに関する広告は以上となりますご静聴ありがとうございました